ボバッシュ軍はアメリカ合衆国イリノイ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万1947人であり、2000年の1万2937人から7.7%減少した。軍庁所在地はマウントカーメルであり、同軍で人口最大の都市でもある。ボバッシュ軍は1824年に、 エドワーズ軍から分離して設立された。これは軍長が現在のマウントカーメル近くの町からアルビオンの町に移された後、二つの町の民兵が武装退治を行った後のことだった。軍名は領域の東と南の境界になっているオーバッシュ側から取られた。オーバッシュという言葉はフランス語で川の名前としたワベーックを英語風に綴ったものである。 フランス人交易業者たちがマイアミ族インディアンの言葉でこの川を表す和橋家から川の名前をつけた。川底の大半は白い石灰岩であるが現在は泥であまり見えない。軍内にあった東部ウッドランド生態系の名残としてビール森林州立公園の中に広さ329エーカーのウォバッシュの森がある。1920年代。 ウォバッシュ川に作られたグランドラピッツダム近くに有名なホテルリゾートがあった。このホテルはグランドラピッツホテルと呼ばれフレデリック・ハインド・ジンマーマンが所有していた。このホテルが存在した9年間に国内中からの客をもてなした。2011年7月、ジョン・マシュー・ノーランがグランドラピッツホテルの詳細な歴史を表した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば 軍域全面積は227.51平方マイルであり、この内陸地223.25平方マイル、水域は4.25平方マイルで、水域率は1.87%である。イリノイ州道15号線に架か,かる橋、ウォバッシュ軍とインディアナ州ギブソン軍とをつないでいる。近年、軍庁所在地であるマウントカーメル市の平均気温は1月の、 歌二21度から7月の歌八89度まで変化している。過去最低気温は1985年1月に記録された下詞19度であり、過去最高気温は1988年7月に記録された下詞102度である。月間降水量は2月の2.73インチから5月の5.12インチまで変化している。二千八年四月十八日朝四時十七分。 イリノイ州の歴史でも最大級の地震が地域を襲った。震源は軍の中央に近いリックプレイリー軍区だった。振動は400マイル離れたネブラスカ州でも感知された。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マウントカーメル市のチェリー通り、レンガ舗装、20世紀への変わり目に作られた多くの建築物がある、ボバッシュ軍は、 下記8つの軍区に分割されている。軍区は通常のタウンシップではなくプリシンクトが使われている。このような軍は州内に17ある。軍区名の後の括弧内は軍区にある町を示す。ありがとうございます。